こうつけても見えていないので、うん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 、出来栄えが、うん、なのでこうなるべく薄めのはみ出してもあんまり目立たないとか、うんうんうん、あとは指でつけられるとか、ちょっと広げるときに薬指と、はい、中指2本にしてぼかし広げるとさらにぼかせるので、うん、なんかすごく安心して、ああよかった、はい、しっかりつけられるようになりそうです。資生堂ヘアメイクアップアーティストの斉藤由紀子です。今日は社員でもあり、視覚に少し障害をお持ちの奥沢さんに来ていただきまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥沢さんとは一度人材部に、ね、いらっしゃって、はい、育休明けの方のセミナーとか一緒に、ね、はい、お仕事させていただきましたよね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。その節は、はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。メイクする上での、うんうんうん、はい、私本当に素人なので、はい、どういったことが悩みなのかってこうちょっと難しいところとか教えてもらってもいいですか？こうつけても見えていないので出来栄えが、うん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 、なのでこうなるべく薄めのはみ出してもあんまり目立たないとか、あとは指でつけられるとか、なんかちょっとこう筆みたいなものだと、なんか先っぽがどこだかよくわからなかったりっていうのがあるので、なるべく指とかちょっと固めのあのペンシルっぽいものとかを使ったりっていう形でしています。あ、色の選び方としては、うん、はい、カウンターとか聞いて、うん、この色似合いそうですよっていうのを自分で持ってたりとかですか？そうですね、うんうんうん、やっぱり人に勧めていただいたもので、うんうん、組み合わせとかもチークとアイシャドウとどう合うとかもよくわからないので、おすすめいただいたものをそのまま、うん、使ってるような感じ、はいはい、です。いつもはどれぐらいメイク、肌もちょっとこう整えます。ファンデーションもつけますね。そうですね、少しだけ、はい、うん、スキンケアはもう毎日やりますけど、うんうん、ファンデーションの方は本当に出るとき、最近ちょっと在宅も多いので、外出するときは、うんうんうん、薄めにつけて、アイシャドウも少し今もね、はい、つけてらっしゃいますよね。薄めの、はい、うんうんうん、アイシャドウと口紅とっていう感じです。あ、じゃあ目元と口かな、大体、はい、そうですね。あ、なるほどなるほど、はい、目もすごく大きいからアイシャドウとリップだけでも十分似合いそうな気がしますね、うん、どんな色が似合うかと、うん、まあ、指で簡単に失敗しにくいメイクっていうのを知りたいという感じですかね。はい、はい、そうですね、うんうん、でもなんかいつもと違う感じも知りたいみたいなのあります？キラキラ感みたいなホリデーもね、そうですね、はいはい、シーズンみたいなところも少しあったり、確かに似合いそうですけどね、はい、じゃあ、はい、ちょっとキラキラしちゃいますお願いします、はい、出揃いました。じゃあ奥沢さんは少し肌をクッションファンデで整えて明るく見せてから、半分を、ポイントメイク私やるので、はい、反対側をご自身で、ちょっとできるか練習したいと思います。で、見直しポイントとしては、眉ですね、眉をチップオンタイプの、アイブロウでちょっと眉の存在感出すのと、目元と口元は本当指でできるアイシャドウとリップ&チークを使って、色味をちゃんと出す。で、はい、ちょっとこうキラキラした感じ、はい、うん、なんかドレスアップしたメイクにちょっとしてみたいと思います。そばかすがね、先ほどちょっと気になるっていうことだったので、はい、クッションファンデをちょっと使って目の下、ここら辺ですね、ここら辺にポンポンしてあげるだけで、厳密にスポットをカバーしなくてもふんわりとシミそばかすが隠れるので、ちょっとクッションファンデとかの方がアバウトに肌をきれいに見せることができるので、奥沢さんの場合おすすめかな。よりそばかすとかをきれいに見せるためには、うん、逆に、少ない範囲に塗ってあげた方が、うん、肌がきれいに見えると思うので、全体的に塗ってしまうとちょっと顔が平面的にというか大きく見えてしまう場合もあるので、うん、であんまりね
あの、うん、ムラとかにならないんですよ。クッションファンデだと結構美容液も入ってたりするの、艶やかに仕上がるので、うん、クッションファンデをうまく使ってあげると、うん、仕上がりにこだわることなく肌を格上げできるので、うん、奥田さんにおすすめかな、うん、はい、はい、眉ですね。奥田さん の, あの眉がここら辺の眉頭はね、うん、十分生えてるんですよ、うんうん、だけど眉山から眉尻のところが少し薄くなってる、うんうん、なので、はい、なんとなく眉の長さの中心、うん、真ん中ぐらい、うん、真ん中ぐらいにこのチップタイプのここら辺ですね、うん、これをあんまり押し付けてしまうと、うん、あの濃いのがドンっていっちゃうので、うん、もしできたらティッシュで一回チップの部分を少しトントントンってやってもらって、うん、はい、粉の乗り具合をちょっと少なくしてからこの眉の中心ぐらいですね、ここを左右にちょっとこう振ってもらって、うん、うんうん、こんな感じです。感覚としてちょっと、はい、うん、眉頭から眉尻までふわふわふわっと、全く眉メイクしてないよりも、うん、メイク感も上がるし、うん、ね、眉は輪郭とも言いますからね。ちょっとやってみましょうか、はい、ね、ご自身でできるか、はい、ティッシュに1回、ここに、うん、トントントンと、うん、そうそう、1回シュッシュッシュッって、あ、はいはいはい、あ、そうですね、眉頭と眉尻の、半分ぐらい、そう、うん、そこでちょっと筆を寝かせてもらって、そうですね、はい、でそこでシュッシュッシュッと左右に軽く押し付けないようにしてもらって、あ、そうですそうです、で眉尻まで、眉尻、うん、眉尻、眉尻、はい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 、眉尻の終わりはだいたい小鼻とこの目尻、うんうんうん、点々で結んだここ、うん、ここですね、ここ目指してもらって、そう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 、うん、じゃあアイシャドウはこちらのグレイシーの、指塗りグラでアイシャドウ、はい、私こちら色開発と、携わっていたんですけれども、はい、こちらありがとうございます。いい商品いい商品、こちらなんかご愛用いただいてるんですか？はい、指でつけられるっていうので安心なのと、なんかそういった使い方もしていただけるということで、私も、はい、光栄でございます。今もねこの色つけていただいてるってことで、うん、2色展開になってるんですけど、濃いめの方のお色がそんなに濃くなく設計してるんですよ。で自然にグラデーションができるっていう色を作ってるので、逆にもうちょっと下の色も出していいんですよね。まず取り方としては結構しっかり3往復ぐらい、うんうん、してもらって、うん、置くときは目尻側の方が濃くなってもおかしくないので、目尻に置いてから目頭に同じように3往復ぐらい、もっとギュッと押し付けちゃって大丈夫です。大丈夫ですか、うん、大丈夫です、大丈夫。あ、すごい。1、2、そうです、そうです、そうです。これぐらいつけて大丈夫です。ニュアンスが出るピンクなので、うん、今がちょうど中間ぐらいで、はい、もしできたらもうちょっとつけても大丈夫。うんうん、これぐらいです。こんな感じですね、うんうん、つける指は縦にしてもらって、このまぶたにこう沿わせるような感じですね、うんうん、チーク&リップはマキアージュの、ドラマティックリップカラーを、うん、チークは、うん、ちょっと薬指に塗ってもらって、ピコッとした時に頬の高くなる位置ですね、はい、ここら辺にちょんちょんちょんとつけてもらって、うんうんうん、少しずつこうのの字で塗り広げていく感じ、うんうん、くるくるくるって、あ、うん、あ、そうですね、はい、はい、そんな2周ぐらいして、はい、そこにちょんちょんちょんってして、そこから半径 2,3 センチぐらいをちょっと広げるときに、はい、薬指と、はい、中指2本にして、はい、ぼかし広げるとさらにぼかせるので、ちょっと透明感があって透け感のあるベージュレッドなので、うんうん、はい、今もねうっすらとついてるぐらい、これぐらいで、うん、もう一周つけましょうか、はい、はい、で2本でちょっとこう、はい、楕円になるような感じで、あー、やっぱチーク効果すごいありますね、うん、じゃあリップ塗ってみます、はい、同じように、はい、もう一回3周ぐらいしちゃって、うん、リップクリームを潤わせるように、うん、あー、そうですそうです、トントントンってやって、まんまんまってやったら、うん、うんうん、潤って、もう輪郭とかはいいんですか？うん、あのアバウトで大丈夫です。結構ね色味が今ナチュラルなレッドカラーなので、はい、はみ出しても大丈夫なぐらい、うん、ね、奥沢さんあの唇が少し薄めなタイプなので、はいはい、若干大きくやっても大丈夫な感じ。実際にやってみていただいたんですけど、はい、できそうですか？
そうですね、うん、あの眉の描くのも、うんうん、結構こう先がしっかりしていて、あの置いた場所がすごく分かりやすかったので、本当、うんうんうん、ちょっとなんかやるとやっぱりすごく全体が変わるっていうお話もあったので、うんうんうん、なんかぜひ頑張ってやってみたいと思いました。素晴らしい、はい、チークとリップもあんまり今までやっぱチークって置く場所とかが難しくってやってなかったんですけれど、うんうんうん、なんか置いてそこの周りでこうぼかせば大丈夫っていうお話ですごくやりやすかったので、うんうん、はい、ぜひ試してみたいと思います。じゃあ結構日常でちょっと使えそうだったかしら。そうですね、うん、アイシャドウの塗り方で、あ、はい、あ、そうですね、うん、アイシャドウも、うん、なんか思ってたより強くこうつけても、うん、あの全然つきすぎないっていうことが、うんうんうん、あの教えていただいて分かったので、うんうん、なんかすごく安心して、あ、よかった、はい、あのしっかりつけられるようになりそうです。直し成功です。ありがとうございます。